皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回ですね、うちの店頭試乗車というかの、いわゆるデモ車ですね、がちょっと変更になりましたんで、それに関してちょっとお話をしてみたいと思います。で、今回のお題はブロンプトンの、S2L ですね、ホットピンクのご案内でございます。で、まあ試乗車ではなくね、デモ車というようなお話をしておりますけど、多少ちょっと手が入っておりまして、その流れでデモ車ということになっております。で、うちはですね、ブロンプトンのカスタマイズ云々というのに関して言うと、ちょっとね、遅れているというか、実はあんまりやる気がないんですけども、ブロンプトンそのものがですね、非常によく考えられて作られており、完成度が非常に高い自転車なので、私ごときが中途半端に手を入れてですね、なんじゃこりゃというふうになりかねんというのも見てますし、純正品をね、長らく見てますけど、耐久性とか、耐候性ですね、すごいその土砂降りの中で使ったりとかいうようなこともちゃんと想定されたね、部品が使われていると。で、その結果そうなってんだよというのを散々見てまいりましたので、なかなかね、そういうのがちょっと手が出らんというところではあったんですが、そんなね、うちなんですけど、ちょっとね、やってみましょうかということで、手を入れましたのが、これになります。で、どこに手を入れましたかというとですね、これに関して言うとね、だいぶ前から、ご紹介してますけどね、ビチテルミーさん、お世話になってますね、ビチテルミーさんのフロントハブです。と、こちらがですね、去年のね、9月か10月ぐらいでしょうかね、リアハブですね。リアハブが、新しくなりましたと。オリジナルでお出しになりまして。で、それをですね、去年ぐらいから一応入れまして、で、私の私物でいろいろ実験をしながら、やってまいりました。で、それがですね、外装の三段変速ですね、っていう風になっております、ということです。で、この外装変速の多段化っていうのはですね、なんかいろいろネットで調べるともう6段とか、なんかすごいことになっておるわけなんですが、そこはね、一応これでもね、ブロンプトンの販売店ですので、ブロンプトンのね、人たちがどんな気持ちでこれを作ってるのか、僕も一回工場連れてってもらったことありますけども、ブロンプトンのね、カスタマイズとかね、そういうことはもうもちろん否定することはできないが、俺たちがね、どれぐらいこの自転車のことを一生懸命考えて、いろいろね、考えて、世に出してるかということだけはお客さんに伝えてほしいんだというふうに、工場のね、品質管理の責任者だったかな、からお話を聞きましてですね、で、それからなかなかその、っていうふうにはね、なったわけです。ということで、それなりにね、耐久性とか信頼性のおけるものを使ってやったつもりです。で、その三段変速でね、ちょっとね、これ申し訳ないのがですね、あんまり詳しくお話をするとですね、結構ね、ブロンプトンも物が変わらないとは言いながら、やっぱりね、個体差はあるみたいなので、どういう部品の組み合わせでできるのかっていうのはちょっとね、特にブロンプトンに関してはね、もう40年間作られてますので、年式によってできることとできないことっていうのは結構あるみたいですね。なので、ちょっとあんま詳しいことはお話、ここではできないので、店頭でお尋ねいただきたいと思います。で、今お話できることはですね、ギア比ですね。ギア比は、3枚ありますけども、重い方から1枚、2枚が、純正の S2 とほぼ同じギアです。ですね、S2 ですね、純正の S2 に、プラス2割引きぐらいのね、軽さのギアが1枚増えたというような構成になってます。で、これは私もね、テイニアワのヒルクライムとかね、何回も使いましたけど、特に今のところ不具合は出てません。私みたいなヘビーウェイトのおっさんを乗せても大丈夫だったということと、先日ですね、ブルベですね。ブルベの SR とかも何度も撮ったっていうね、方で、200キロブルベにね、ブロンプトンで1回ご一緒した、2回か、ご一緒した方がいらっしゃるんですけど、その方が導入していただきまして、で、なんか非常に良かったというね、お墨付きをいただきまして、ここで、じゃあ、うちもデモ車でやってみましょうかという流れですね。で、具体的に何が良かったですかねという話を聞いたんですけども、やっぱりハブの回転がすごく良かったと。で、ギアが1枚増えただけではないぐらいの、効果があるというようなことはお話になってます。で、使っている部品もね、基本的にはシマノとか、その辺のものばっかりですので、信頼性という点に関してはね、ちゃんとしたテストをくぐり抜けたものを使っておりますので、いいんじゃないかなというふうには思っております。
でこれもねちょっと残念ながらね、うちごときの店だとね、そんなにたくさん経験を積んでいるわけではありませんので、何でもかんでもできますかと言われると、ちょっとね物を見てお客さんとね問題点をちゃんとすり合わせをしながら進めていかなければいけないなというような内容になっておりますので、興味のある方はですね、ぜひご来店いただいて、この現物ですね乗っていただいて、感触をつかんでいただいてというふうに考えております。ブロンプトンね、やっぱ素晴らしい自転車ですので、それのねベースのところをね、なるだけ温存というか、ちゃんとねしたまんまそれのできることの可能性というのを広げていけるように私も精進していきたいなというふうに思いました。これでね来年200キロブルベとか出たいなというふうに思っております。